和倉温泉は、石川県七尾市に位置する温泉である。全国有数の高級温泉街として知られ、七尾湾に面して旅館が並ぶ。また、能登観光の玄関口でもあり、海のレジャーゾーンで知られる能登島にも近く、七尾市街にも、フィッシャーマンズワーアーフなど見どころがある。毎年4月と8月に、花火大会、6月に、能登よさこい祭りが開催され、 宿泊客や地元の人々で賑わう。和倉温泉旅館共同組合加入旅館、和倉温泉5号8号10号13号源泉仕様、和倉温泉旅館共同組合、以外の宿、ナトリウムカルシウム塩化物泉。弱アルカリ性高張リ性高温泉。無色透明だが塩分は非常に強く、よく温まる。神経痛や関節痛、腰痛などに効能が高い。 湯出量は約2618トン、未知。千温1 0音89.1度。開け湯1200年とされる歴史の古い温泉で、傷ついた白鷺が癒しているのを漁師が発見したと伝えられる。地名の枕とは枠裏、つまり湯の枠裏であり、海の中から発見された。そのため、潮が退いている時でないというを利用することが、 できなかったが、近世には、七尾城主の畑山市、加賀藩の前田市によって温泉が整備され、共同浴場が置かれた。温泉地として、本格的に開発されたのは、明治時代になってからであり、戦後になって交通アクセスの向上に伴い、温泉街も大規模化した。高度経済成長期に入ると、能登半島方面に観光ブームが湧き起こり、 その後七尾線の電化に伴い特急乗り入れが開始し、急速に宿泊客が増加した。一時は、同じ石川県内加賀温泉郷や林県である、福井県のら温泉と、同じく観楽要素を持っていたが、今日その傾向は薄く、循環旅行新聞が主催する、日本のホテル旅館100選にて、日本一の旅館と言われる、加賀屋の影響もあって、 各旅館とも高級志向を全面に打ち出している。今日では山城温泉と並び県内温泉地における宿泊客トップを競う形となっている。2007年3月に発生したのと半島地震では大半の旅館が被災し、ほとんどの旅館が営業停止となったが大部分の旅館は同年4月1日までに営業を再開した。毎年6月に行われる。 能登よさこい祭りまで開催していた、能登よさこい、切り子祭りの画像。現在は能登よさこい祭り単独で開催。ありがとうございます。